モンゴル好きの皆さん、こんにちは。今回のスライドはブリヤート人の素敵な衣装に的を当ててみました。2024年7月26日から28日にかけて、モンゴルのボルガン県で2年に1度のブリヤート人の祭典が開催されました。この祭典は毎回場所が変わり、今回はモンゴルの北に位置するボルガン県で行われていました。祭典にはモンゴル国内だけではなく、ロシアや内モンゴル自治区からも多くのブリヤート人が集まります。一言にブリヤート人といっても、実はいくつもの部族があるそうです。そして彼らが着る民族衣装には深い意味が込められているそうです。胸元の3色の色や帽子にもそれぞれ特別な意味があるとかないとか、いろいろな説があるそうですが、一説によると胸元の一番上の線の色や柄で父方のルーツを表してるとかいないとか、また女性は結婚すると胸元の3色の柄はなくなり、代わりにベストのような王子という素敵な上着を羽織ります。ですので衣装を見ると女性は既婚か未婚かすぐわかるそうです。この祭典では素敵な衣装を身にまとった人々が各地から集まり、多彩な催し物が行われ、観光客の私たちにとってはブリヤート民族のことを知ることができ、またブリヤート人たちにとっては文化交流の場所となっていました。2年に一度行われるブリヤート民族最大の祭典、アルタルガナ国際祭り、次回はどこで開催されるのでしょうか。今から2年後に向けてアンテナを張って、次回はぜひ皆さんも見に来てくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。この映像が気に入ったらいいねと登録お願いします。